明日告示される自民党の総裁選挙です。議員票で優位となっている菅官房長官に対し、地方票の獲得を狙う岸田政調会長がおととい静岡を訪れ支持を訴えました。長官、おはようございます。自民党内の5つの派閥の支持を得て議員票で優位となっている菅官房長官は、無派閥議員の支持も広げています。昨日、小泉環境大臣は地元神奈川県横須賀市で開かれた会合で菅氏の支持を表明しました。全力でやります。いいお言葉いただきます。また石破元幹事長は今日、党所属の参院議員の事務所を訪れ支持拡大を呼びかけました。一方、地方票の獲得を狙う岸田政調会長はおととい静岡を訪れ、去年12月に亡くなった望月義夫元環境大臣の墓前に花を手向けました。望月さんは自民党岸田派で事務総長を務め、総裁選を目指して岸田政調会長と政治活動を共にしてきました。望月さんと、いよいよ、戦いの日がやってきた、あの世からしっかりと見守っていただければと。このあと岸田さんは静岡市内のホテルに移動し、上川陽子県連会長など岸田派に所属する県内の衆院議員と党員に向けて決意を語りました。静岡での目標、地方票の目標がございましたらお願いします。私たちの予備選はどんと方式ということになりますので、皆さんの総意で一票という形で目標としていきたいと思います。自民党総裁選で県連には国会議員の票とは別に3票が割り振られていて、県内の党員およそ3万人には投票用の往復はがきが送られます。